一条聖也の今から今から、一条聖也の今から行くからということで、皆さんおはようございます。おはようございます。今週は、はい、チャレンジコーナーの拡大版、ありがとうございます。視聴者からのリクエストにお答えしてお届けしたいと思いますけども、はい、6月8日の新曲発売いたしましたね、はい、糸川ブルース、好調、好調ですね。はい、もう絶好調に今ですね、うん、皆さんに聴いていただいて、はい、カラオケもですね歌っていただいてるそうなんで、カラオケにも入ってると、はい、ダムからですね全部の機種に入っておりますんで、ぜひですね、本人映像も入りましたんで、歌いながら本人見てですね、はい、歌っていきたいと思います。さあ今日はですね、はい、チャレンジコーナー拡大版、先ほど申し上げた通り、はい、今日はこのチャレンジコーナー拡大版に向けて、ええ、なんと素晴らしい方を資格として、資格お呼びしました。その資格とはこの方です。どうぞ。誰ですか。怖いな。聖也さん、こちらから。あ、三好先輩だ。三好英二さんでございます。拍手、どうぞ。はい、本日のゲスト、そして資格でもございます、三好英二さんです。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、何をお届けするかと申しますと、はい、番組の中で番組が用意した3本勝負をしていただきまして、はい、はい、3本勝負をしていただいて、はい、まあ、簡単に申し上げると、勝った方に番組からご褒美として一つだけ望みを叶えてあげようという企画でございます。何でもいいんですか？何でもいいです、何でもいいです。まあ、その望みは何かというのはちょっと番組が終わるまで考えておいていただいて、はいはいね、はい、後ほどまたお伺いしたいというふうに思いますけども、はい、正々堂々と勝負をするという意味で固い握手をしていただいて、はい、先輩なんですけど、はい、今日はガチで、はい、よろしくお願いします。どうも頑張ります。そんなです。よろしくお願いします。せーの、頑張ります。一条聖也です。僕の新曲、糸川ブルース、ぜひ聴いてください。頼んでみて初めてわかるワールドの良さ、害虫駆除とハウスクリーニングは信頼と実績の当社にご用命ください。フリーダイヤル、サーサ虫イチコロ、ワールドハウスヒール。まず第一ラウンドは、はい、お絵かき対決。よろしくお願いします。絵は自信あるんですか？絵は一応さん得意じゃない、ね、得意じゃない、はい、三浦さんはどうですか？僕はね、得意っていうのも大好きだったんですよ、小さい頃から。あ、絵が、絵を描くの。じゃあ、人からは上手だねとか、自分ではね、上手だと思わないんですけど、みんなには上手だって言ってもらいますけどね。そうですか、うん、まあ、そういう意味では第一ラウンドは、はい、もしかしたら、じゃあ、お絵かき対決、どういうことかと言いますと、番組から、3つお題を出します、はい、はい、そのお題をイメージしていただいて、自分なりにその絵を完成させてください、はいはい、それでは第1問、はい、まずはキリンをイメージしてお描きください。それではどうぞ。もう、はい、デザイナーとかグラフィックデザインとか、はい、いろんやりたかったんです、ね、はい、終了。それでは伏せていただいて、はい、じゃあテープの、はい、それではまず、三好先輩からオープンしていただきます、はい、それではオープン。おお、見て、すげえうまいですね。やばいね。いや、でもまあいい勝負。おお、はい、でもコアラ付きですよ、コアラ。あ、本当だ、可愛いですよ。へえ。一応さん、オープン。あれ、みよ先輩、こちらがキリンでございますが、すごい個性的。個性的、うん、なんかショルダーバッグかと思って。はい、じゃあ私が判定をさせていただきます。まずキリン対決は三好英二さんの勝ち。
って歩くんだって足ですね。はい、それでは、第2問目のお題は東京タワー対決ということで、東京タワーをイメージしてお書きいただきたいと思います、はいはい、それでは東京タワー対決用意スタート。一条さん、東京タワーは行ったことございますか？ちっちゃい時ですね、うん、まあ行ったことがあるっていうよりも見たことがあるかないかでかけるかけないがね決まってきますけどね。どういうイメージに映ってるんでしょうかね。できた年に大行列の中登ったんですよ。できたばっかりの時に東京タワーに。今の時代の人でいうスカイツリーのようなもんなんですかね。そうですね。それでね、ものすごい混んでて、はい、で親戚のおじちゃんなんかと行ったんですけど、なんてエレベーターが混んでたんで階段で上がったんですよ。一応さん、それでは東京タワーオープン。ラララララン。おお、じゃあセンターオープン。ラララララン。おお、すごい。すごい。僕なんかの、あの年代はゴジラです。ちょっとね、一条さんもサービス精神で太陽を出しましたけど、それ以前ゴジラ、ゴジラ、ゴジラ付き、まあ、一生懸命書いていただきましたけども、お願いします。この判定は同じく三好さんの勝ち。40ポイント。はい、それでは第3問目は、はい、似顔絵対決ということで、はいはい、お互いを、お互いの顔を描いていく。それでは3問目、よーい、スタート。一応くんからオープンしてみましょう、はい、三好裕司さんの顔はこんな顔です。オープン。じゃん。一応くんの顔はこんな顔です。どうぞ。感想。まあすごいです。もう素晴らしいですけど、ちょっと上が違いますね。上が違うってなんで？どこが違う？名前が。もう番組乗っ取ったって意味じゃないのこれ？英二の今から行くから。あの第一ラウンド対決は60対0で三好裕司さん勝ちました。参りました。ありとから今を知る竜神の里、伝説の一条聖也サマーディナーショー。生バンドに乗ってパワフルなステージをお届けします。8月7日日曜日、 JR 浦和駅前浦和コルソ。詳しくはホームページにて。第2ラウンドはカラオケ対決でございます、どちらが高得点かを競うだけですが、まあ、曲目の方はこちらの方で指定させていただきます。三好英司さんといえば雨、そして一条聖也さんには一筋の白い道を歌っていただく。よろしいでしょうか、はい、といってもいくらオリジナルの曲だからといって必ずしも高得点が出るという約束されているものではないんですよね。いやもう僕はねいつもひどいです点数が。だからあのカラオケスナック行って点数出るようになってると、はい、絶対やめてもらうんですよ、うん、点数出ないようにして、そうじゃないと歌わないって言うんですよ。まずは一条聖也さんから歌っていただきます。歌は一筋の白い道。振り向けば一筋の白い道だった。風に泣き歌ってます。さあ、点数が出てまいります。はい、いけ。84点。続いてのカラオケ対決は三好英司さんです。歌はもちろんこの曲、雨。一条聖也さんの勝ち。ありがとうございます。じゃあ感想を一言ずつ頂戴したいと思います。一条さん、歌ってみてどうですか？
はい、三好先輩に勝てたんでちょっと嬉しいかなと思いますけど、力を抜くって言っといて勝っちゃいましたね。いや頑張りました。三好さん、雨を歌っていただきましたけど、はい、まあ、こういうカラオケゲームっていうのは普段はやったことあります？やるんですけど、いつも負けてますけどね、うん、今日思いました、やっぱりね、画家になった方が良かったとこの後は第3ラウンドのボーリング対決お届けしたいと思います。はい、ということでボーリング場にやってまいりました。これからは第3ラウンドボーリング対決始めたいと思います。まずはここまでをちょっとおさらいしてみましょう。一条聖也さんが84点、そして三好英二さんの獲得した点数が139点ということで55点差。それではボーリング対決いよいよスタートです。真ん中を狙って、この中にこれを引いたらこの通り投げなければいけないというものが入っております。何が出るかな、じゃん、なんですか、目隠し投球。 OK、 何が出るでしょうか。くるくる投球。上手でしょ、ね、上手でしょ、ね、僕が描いたんじゃないのか僕はあそこ行った時はもうこの絵があったろ。ずるいよそんなの。でも僕が描いたらもっと上手いと思うよ。見事勝利を収めましたので、はい、番組のお約束、はい、一つ望みを叶えてあげようということで、はい、じゃあお望みは何でしょうか。はい、7月の6日に新曲が出ますんで、そうなんです、そのコマーシャルで三好さんにを中心に番組を締めていただくってことでしょうか。はい、お願いします、ぜひお願いします。じゃあ最後の締めはもちろんこれでございますね。はい、せーの、三好英二の今から、いいから、女の盛りは短いものと秋の日暮れがささやいたならば燃えましょう